ポイント芦田先輩ないですか。今はもうでもただ通勤者や。待って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 、おかしくないですか。だからドアップいらんのよ。トイレをペッて持ってスキーストームで切って炙ればこうなりますんで、誰でも簡単に。嘘つけ、本当にそんな感じ。絶対簡単じゃないぞ。車の話、出張坂戸店のコーナーです。よっ、最近出張しかしてないですけど大丈夫ですか。もはや坂戸にいることの方が少ないんじゃないかって感じですけど。そうですね、はい、はい、今日はなんと春名湖。春名湖です。はい、あのかの有名な。皆さん見てください、今日何で来たか。こちらをどうぞ。というわけで、なんと今日は GCGF のオフ会です。はい、まあ30周年ということで、なんとあの GC8 が初代インプレッサ発売開始からなんとあの30周年ということで、なんと記念すべきあの GC8 の、 あの30周年イベントに今回お邪魔させていただきました。僕、まあ、言ったってそんなに詳しくないんですけど、これテンション上がりますよ。いや、めっちゃ上がる、はい、なんならワールドラリーカーの本物がいますからね、はい、何台か、まあ、そこも後々取材していきますけど、はい、これ誰のですか。これ僕の。見てください、これ当時の。好きですね、GC8 の ね、ワールドラリーカー の、ね、のプレートありますんでね、はい、そうです。これはもう宝物のようなもんなんで、はい、でもなんかこちらはね、はい、今年 WRC ジャパン2022年ですね、乗るプジョー208ですね、の歴車なんですけど、まあ形はほぼほぼラリー4と一緒で、まあここもお邪魔させていただいて、いろいろとね。というわけで、ひろきさん、やってまいりました。やってまいり、いや、だからドアップいらんのよ。ドアップいらない。ドアップいらないの。こっち、こっちですよ、映してほしいの。こっちね。世界中の皆さんが見たいのはこっちよ。じゃあまず第1号、芦屋号からいってみますか。超かっこいい。取材していきたいと思います。ありがとうございます。はい。近いな。近いな。ちょっと離れる。ほら、だから言われるじゃないですか。そうなんですね。こだわりポイント、芦屋先輩ないですか。今はもうでもただの通勤車です。通勤車にしちゃちょっとおしゃれすぎない。ちょっと待ってください。インプレッサ初心者の僕に教えてほしいです。あのインプレッサってバージョンいくつとかってあったじゃないですか。でこれはしかも2ドアですよね、はい、そうです、はい、これはバージョンいくつの2ドアですか。一応バージョン5です。一応バージョン5、はい、もう原型はとどめてません。そうですね、確かに。そっか、バージョン、なんか俺クーペっていうとバージョン4のイメージがやっぱどうしても強くて、ね、はい、多分俺も自分自身乗ってたのもバージョン4だったんですよ、初めの頃は。これバージョン5なんですね。でも僕あのまずこの走る仕様じゃないですか、はいはい、しかもこのこれ通勤ですか。おかしいな、通勤室に。だってこの車高とこの面めっちゃかっこよくないですか。通勤のためには最速の勤務出勤と最速の。じゃあブレーキいらないでしょ。いやしかしああ、そういうこと。止まらなくていいんだ。信号は止まらないじゃん。なるほどね。すごいじゃないですか、2ピースのローターにね、キャリパーも入れて。すごいっすね。これは18インチしかちょっと自分履く気がなくて、エアロもつけてるんで、はいはいはい、そういうのでちょっと純正ブレーキだと寂しいなっていうので。おー、なるほど。エンドレスさんにちょっとお願いして、はいはいはい、いいですね。作ってもらいました。リアとか特に。リアあれですもんね。確か設定がないんですよね。そう。お願いしてえ。ちなみにおいくら万円で作ってもらったんですか。それはちょっと聞かない方がいい。ああ、そうですか。100万ぐらいかかってますね。関係者に言われちゃう。確かに。でもこれまた内装もすごいですね。おしゃれで。こんな感じで。クイックリリースもついてますよ、これ。クイックリリース。あ、ワークスベルさんついてるじゃないですか。ワークスベルですよ。すごいですね、はい。やっぱワークスベルさん使ってるのはやっぱかっこいいからみたいな。まあ。かっこよさ的な。成金かもしれないです。ああ、なるほど、はい。すごいじゃないですか。しかもなんかね、こんなって植毛塗装もして、はい。ちょっと今色変え中なんで、クイックリリースはちょっと色落としたいなって今思ってるんですけど。ああ、なるほど。すごい綺麗ですね。はいはいはい。赤パーツばっかりだったんですけど。こだわってますね。また綺麗ですね。車が綺麗。でまたね。綺麗ですね。ちょっと待って。真ん中にメーターがついてますよ。なんかなかなか見慣れないサイズのメーターです ね。アナログなのがまたいいですね、うん、ポイント高い。中をこう大人っぽく普段乗りっぽく見せたくて、はい、うん、追加メーターちょっとあからさまだなと思って。大人っぽく。さすが違いますね。2キロまでかかるように。あ、違う。あのエアコンの吹き出し1個潰して、はいはいはい、なるほど。エアコンをレスにしてまでは。レスではない。レスではない。なるほど。いいですね、かっこいいじゃないですか。エンジンとかなんかやってないですか、特に。エンジンはこの車ブローした状態で買ったんで。おお。あの、こっち下だけ GD の。はいはい。最終のブロック。そうですよね。EJ201 でしたっけ、最終。205でしたっけ。
あ、EJ207 だ、そうだそうだ、 EJ207 ですよね。まあ、今はもうなんか VA が主流になっちゃって、 VA コスタが主流になってきて、確かに確かに、当時は GD の最終かな。はい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 、先生ついていけないです。はい、あまり1台にかけすぎると今日1日終わりませんので、はい、芦屋先輩の、まあ、第1号としての芦屋先輩、すいません、はい、次はありがとうございました。待って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 、おかしくないですか、超綺麗、おかしくないですか、これタイムスリップしてきたんじゃないですか、それだから20年前はこうだったんですよね、もうこう、こういうこと、なんでこんな綺麗なんですか、これおかしくないですか、決勝塗装ってもう GC8 全部剥がれてますから今の、はい、現状、いやいやそれだけじゃないですよ、なんか全部綺麗すぎません、この車、江田さんなんかこだわりがあるんですよ、多分その後々聞いていきますけど、いやめっちゃ綺麗、いやもうこだわりとかいう次元を超えてますよ、すごい綺麗、これ芸術品ですよこれ、えだちゃんこれ結晶塗装全部自分でやったの、これは出して すごいね、なんか GDB 並みに綺麗だな、あの塗料ペッて拭いて石油ストーブで振って炙ればこうなりますんで、誰でも簡単に、嘘つけ、本当にそんな感じ絶対簡単じゃないと思いますけど嘘マジっすか、はい、すごいっすねこれね、あと耐久性がどうかっすよね、まだあ試してないんで、いやすごい綺麗ですわ、えフィンとかこれ、え新品で出てきたの、いや全部立てました、マジで、でえ何用事かなんかでこうやってて、地道、フィン立てるやつで立てて、うん、で塗装焼き付け塗装してるんで、あーなるほどね、だからこんな綺麗なんだ ね、 すごいじゃないこれ、オーナーのオーナーさんです、あ嫁さんです、えこれすごいですね、一緒にやられて直したんですかこれ、ほとんどやってません、あそうやってません、逆に夫が勝手にやりましたみたいな、あの見てる専用、ああなるほどなるほどいやでもすごいですね、すごい、これなんか雨の日とかなんかもったいないなと思うんですけど、あ乗れないですね、あ乗れない、やっぱりもうフェラーリと同じですからね、もうここまでやると、いやすごい綺麗ですわ、ブレーキだってね、はい、ホイールもブレーキもキャリパー綺麗ですね、俺だって黒くなってますもんこのキャリパーマジで、いやすごい、あまたこのレストアバイガレージレモネードさん、はい、いいですねこのおしゃれな感じがね、ありがとうございます、すごいですよこれは、ちなみにあれですか、中期バージョン4 3.5 ぐらいの、あEJ20K がバージョン3.4 のエンジンなんですよね、そう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 、だからなんかでもクーペがあるのって4のイメージがあったんで、でもすごいタイプ R ですよ、こんなステッカーも綺麗に残して、それえどうしたんですか、あマジですか、ね、明かり持ってたんだよね、タイプ R のこのステッカー、あすごいすごい、 GC8 の良さ なんかありますか、今の車にはない何素っていうか、なるほど、ぶつかったら死ぬみたいな怖さだから確かに今の車に比べると、いや自分も GC8 乗ってますけど、うわペラペラみたいなVAB とか乗っててやっぱ思うんですけど、やっぱちょっとねこうペラペラなところの軽さがいいみたいなのも軽いのはいいっすよね、あるんで、はい、そうなんですよ、うわでもすごいっすね、いやマフラーも綺麗ですよこんな感じで塗りました、いやすげえ綺麗え、これ何のマフラーっすか、あーじゃあセンターもですね、おおすごいな、綺麗ですよ、どうですかこれ、はい、ヒロさん止まらないですね本当にね、いやだから俺が独り言喋ってるみたいになっちゃうから、あなたがコメントしないとダメなんだ、ついていけないですよ、分かる、分かります、俺ばっかりベラ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 喋ってね、はい、なんかあたかもスバオタみたいな感じになってますけど、違うの、あ違う違う全然、あのもう何でも好きだから車、あなるほどね、特にスバルが詳しいってだけで、はい、それ以外の何でもそれ好きって言うんですよ、それ大好きなんだね、はい、じゃあちょっと違うところも行ってみますか、はい行きましょう、じゃあすいませんありがとうございました、またありがとうございました、よろしくお願いします、もう全財産全財産と車に吸い込んですごいっすワールドライフカーの2.1そうです、いいですからもう一緒に